歳を取れば取るほど素敵な人っているじゃん。お金持ちで美容にコストかけれるとか、時間に余裕があるからそうなんじゃないのって思ってる人が多いと思うんだけど、もちろんそのポイントも一つよね。だけど、もっと大事なことがあるんよね。これ研究データでも出てるんやけど、自分がいいと思うことを大事にしてると、体の細胞レベルで生き生きしているのがもうわかってる。 そしたら、もちろん、笑顔も増えるし、行動もアクティブになるし、幸せを感じる時間はたくさん増える。だから、そんな時間をいかに多く作れるかっていうのがポイントになるやん。じゃあ、プライベートを大事にしましょうっていうのもそうだけど、やっぱり僕らは仕事の時間とか、仕事にかける意識ってたくさんあるよね。だから、自分がやってて本当に楽しいとか、この仕事をやっていきたいって思える仕事をやってるかどうか、これはすごく大切なこと。仕事が、 いい方向に行くと、プライベートもより良く方向に行くっていうのもあるよね。バランス取ってるんで。ということで、若々しくいたいんだったら、自分がいいと思う仕事、自分がいいと思う働き方をしましょう。自分で起業するのもそれの一つだと思うよ。